V ロード第4節この場面打席には島内入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが一打先制のチャンス、まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほどそうですよね。初球空振りです。インコース高めのストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。インコースの変化球見ています。これが4球目、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。このチャンここで打席には峰井入ります。さあ2アウトながら得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですからぜひ点を取っていきたいですね。なるほどそうですね。バッターボックスには代打の北条。西さんここは一気に行きたい場面ですね。まだこの点差では安心できませんし、ここで入れたいですよね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。初球は何から入ってくるか。初球ボール打った、ショート正面取った、一塁送球、一塁アウトで3アウト。バッターボックスには田中入っています。さあ追加点の欲しい場面、この場面でさらに引き離すことができれば気分的にも楽になります。初球は何で来るか、初球フルスイングですが空振りです。2球目は何で来るか、この打球は切りました、ファウルボール。3球目は何で来るか、真ん中打った、セカンド飛び込んで抑えた、内野安打。さあチャンスを広げていきます。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。